敵なハムスターライフを。今回はハムスター飼育初心者の方向けに後悔する行動、何気ないハムちゃんに嫌われる行動を紹介したいと思います。これはですね、私の生活実感でお届けしたいと思います。私の紹介をさせていただきました。最近ハムスターを飼い始めたんですけど、もう好きで好きで好きすぎてですね、夜中の3時に起きて朝までハムちゃんを眺めて、その後会社に出社するみたいな生活を毎日送ってます。これからもですね、可愛いハムちゃんの動画や注意喚起知識の動画アップをしてまいりますので、ぜひチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。私の紹介は以上で、それでは嫌われる行動、後悔する行動、我々が後悔する行動をお伝えしたいと思います。全部で3つあるんですけども、1つ目、ケージを洗うときですね、バケツとかちっちゃな虫かごとかに、無造作にですね、ハムちゃんを入れることです。これめちゃくちゃ嫌がりました。で、これが他のハムちゃんと共通するのかちょっとわかんないんですけど、怯えるときですね、すごいうんちいっぱいするんですね。で、虫かごとかバケツとか入れたときすごいうんちしてバタ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 動いててですね、で、あとは虫かごの節々とかいっぱいかじってどうにか脱出しようと試みてるハムちゃんがそこにいました。で、木くずとかですね、入れてですね、それ少しでも緩和させようと思ったんですけれども、どうしても慣れないところにいるとですね、とてつもないストレスを感じるようです。で、対応としてはですね、もともとその普通に過ごしてる時にですね、ハムちゃんが慣れた場所をサテライトで別の場所で作ってあげるようにしました。で、ケージを掃除するときはですね、メインのケージではない、そのサテライトの違う、ケージであったり、カゴに入れるようにして、掃除するようにしました。そしたらですね、そういった、怯えるような、ストレスが当たるようなことは、なくなったと。いうことで、これが解決の方法なのかな、というような、ところです。で、何気なく、いい行動で嫌われる行動の二つ目なんですけれども、これはもうよくあるんですけど、触ることをですね、で、私の持論なんですけど、ハムスターが懐くことってないんじゃないかなと思ってまして、そもそもハムスターとかって中東とか砂漠地域、乾燥地域の土の中に単独で行動するような生き物にもかかわらずですね、我々が触ったりすることっていうのを必要とすることって多分ないと思うんですよね、その生物の習性上。なので触る必要はなくてですね、必要としてるのは、ちょっとこれ寂しいんですけど、食料だけで、食料が食べれればですね、ハムスターとしては我々に求めてるものって多分ないと思うんですよ。で、よくてですね、敵と見なされなくてですね、警戒されないということで、決して懐いてるわけではないんじゃないかなということをですね、私の持論では思ってると。で、そう考えるとですね、触られるってハムスターにとって全く利益がないということで、なんで私は触らさせてもらってるときはですね、ありがとうということを心の中でつぶやきながらですね、触らさせてもらってると、そんな状況でございます。なんでこれは私もどうしてもちょっと飼育している以上はですね、ハムちゃん可愛くて触りたいっていう気持ちを抑えられないこともあるので、そんな時はですね、ありがとうとつぶやきながら短時間でその触るっていう時間をですね、済ます必要があるのかなと思っております。で、嫌われ行動、3つ目、手で高い位置に持ち上げること。高い位置って言っても、普通にハムちゃんを移動させるときにですね、すくい上げる程度なんですけども、とても怖がってると、もう手にへばりついてですね、これ怖がってるなっていうのが見て取れて、ですね、わかるということで、その通常の高さよりも持ち上げると、ハムちゃんもそれが分かってですね、怖がるということで、怖がるイコールストレスということで、様子見ててもですね、ケージから地面に飛び降りるシーンがあるんですけども、その高さって10センチぐらいなんですね。それでもかなり躊躇して飛び降りてるんで、すくい上げるっていうのは、やっぱその比較しますとかなりストレスだと私は思ってます。で、ハムスターからしたらですね、あのちっちゃい体で寿命も1年半しかなくてですね、落下しても骨でも折れようもんならですね、一生の大半が骨折治療で終わっちゃうんで、怪我は死活問題だと。落下っていう事象に対して慎重になるのは当然だということを思ってます。ということで、なるべくですね、移動させるときも、ゆっくり持ち上げたり、低空で動かしたり、
あとは、手で動かすんじゃなくて別の容器に入れて、それで、まあ、移動させるときに移動させるという工夫が必要なんじゃないかなということを、思っております。ということで、何気ない、ハムちゃんに嫌われる行動、我々が後悔する行動については、以上3つの紹介となります。3つ、慣れない場所に移すこと、触ること、すくい上げることの3つです。で、この対策としては、1はサテライトを作る、2つは触る時間を短時間にする、3つ目はなるべく誘導して移動させることとですね、カゴなどに入れて、それで別の場所に移動させるというような内容が対策になろうかと思います。はい、ということで、今回の動画は以上となります。最後までご視聴していただきまして誠にありがとうございました。これからもですね、ハムちゃんの素晴らしさや知識を発信してまいりますので、よければですね、いいねボタンとチャンネル登録をお願いいたします。それでは皆様、素晴らしいハムスターライフを。バイバイ。